もっとね、はっきりしてほしい。正直。これね、これ以上じらさないでほしいわけですよ。これ言いたいですよね。皆さんも思ってるんじゃないでしょうか。やっぱり日程としてはね、これ、ゾンビショップ店長がお届けする日刊ゾンビ。今日は、日本テレビとHuluが共同制作するドラマ、君と世界が終わる日に研究室第11回目をお送りします。この動画では毎回いろんな謎や疑問について考察し、時には妄想も交えながらこのドラマの魅力を語っていきます。なお、この動画にはネタバレがありますので注意してご視聴ください。今回は日本テレビとHuluに言いたいことについてお送りします。君セカファンの人にはもちろん、ドラマ好き、ゾンビ好きな人にも楽しんでもらえる内容となっておりますので、最後までご覧ください。ちなみにこのチャンネルでは、ゾンビ映画の紹介や解説、ゾンビカルチャー紹介など、ゾンビファンに楽しんでもらえる情報を発信していますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、ということで今日も、キミセカ研究室やっていきたいと思うんですけれどもね、なんと言うんでしょうか。まあ、今日のテーマはですね、結構、重たいです。私の言いたいことをですね、ちょっと言わせてもらいたいんですけど、まずね、この最近の現状、君セカについてのね、現状をちょっと整理したいんですけど、まず公式サイト、日本テレビが公開している、君と世界が終わる日にの公式サイトは、やっぱ相変わらず4月26日以降、ね、目新しい更新というか、もう一切更新がない状態なんですよね。で、まあ、Huluも時々私、君セカのページ見たりしてるんですけど、やっぱりHuluからも特に新しい情報はないっていうことでですね、私ももうだんだん君セカロスの状態もですね、だんだん薄れてきてしまいましたし、おそらくこの動画をご覧になってる君セカファンの皆さんも、もうだんだんこう君セカロスがですね、こう、だんだんどうでもよくなってきたっていう人もいるんじゃないでしょうかね。で、私もですね、もうだんだんこう困り果ててきまして、こう動画のネタもですね、だんだん消費してきてしまって、もう突きかけるんじゃないかなっていう、こう、不安もあるわけですよ。まあ正直言ってですね、もう声を大にして言いたいんですけど、キミセカシーズン4にまま待ちくたびれたという状態でございますね。はい。ということで今日はですね、もう、この私の思ってること多分、この、キミセカ、この動画をご覧になっているキミセカファンの人も、もう同じように思ってると思うので、もうこの場を借りてですね、日本テレビとHuluに今日は物申したい、物申すぞっていう、ちょっとね、そういうテーマで趣旨でやっていきたいと思います。まあ、ただね、ただ、やっぱり、君セカが、こう、日本のドラマ界、そして日本の、ゾンビシーンにですね、与えた功績っていうのは、やっぱり称えたいなって思うんですよ。このね、やっぱりすごい、こう、エネルギーが感じられましたよね。まず、この君セカ、Huluの、2020年でしたかね。2020年と2021年かな。どっちかな。Huluのオリジナルドラマ部門と、そして全体で1位取ってるんですよ。まあ、視聴回数がですよね。そしてですね、このシーズン3も、確かHuluの4月のドラマ部門ではもう1位を獲得してるんですよね。この功績っていうのは結構大きいと思うんですよ。ですからやっぱり日本テレビとHuluは、この君セカのですね、残した功績っていうものをもっと評価すべきだって、私は言いたい。まずそれが一つですね。でですね、あともう一つ。こう、今やっぱりこう、不景気じゃないですか。物価が上がったり、こういろいろ戦争があったり、パンデミックが起こったりね。こういうこう、景気が悪かったり、こう、雰囲気が低迷している、世の中の雰囲気が低迷している時っていうのは、逆にホラー映画とか、特にゾンビ映画が盛り上がる傾向にあるわけですよ。これはこれまでのゾンビ映画とかの興行収入をこう、分析すると、顕著に、現れてきます。ということでですね、聞いてるか日本テレビHuluゾンビ映画がこれから流行るぞってことでね、うかうかしてるとですね、ネットフリックスとかアマゾンプライムに追い抜かれちゃうぞって私は言いたいわけですよ。せっかく君セカという素晴らしいコンテンツ持ってるんだから、もっと本気出せって感じなんですよね。すいません、言いたいこと言っちゃいました。しかもですよ、しかもですね、パンドラの果実、これいつから始まったんだったかな ?4 月ぐらいから。ね、日本テレビとHuluが共同制作で始まったドラマ。どうやらこのパンドラの果実のですね、視聴率がですね、同じ土曜日の22時という枠の中では、まあ、史上最低というふうに、こう、言われちゃってるわけですね。まあ、これも検索してみると、パンドラの果実、視聴率とかで検索かけるとですね、グラフが見れるんですけど、やっぱり確かに、他のですね、土曜日22時の日テレの
こうドラマ枠の番組に比べるとめっちゃあのパンドラの果実視聴率低いんですよね。ということで、日本テレビとフールはですね、パンドラの果実ではなく君セカに資金を投資するべきじゃないのかっていうふうに、これも声を大にして言いたいところですよね。はい、確かにね、まあ、わかるんですよ。まあ、これからのシーズン4に向けて俳優の手配とかですね、スケジュールの調整とかいろいろ難しいのはわかるんですけど、あの、ね、やりようはあると思うんですよ。これ例えばウォーキングデッド、もうアメリカで大ヒットしてね、シーズン11まで行って、まあ、このシーズン11が最終章らしいんですけど、そのウォーキングデッドの展開とかね、こうやり方を見習って参考にしてほしいなと思いますね。こう君セカね、内容ばっかりウォーキングデッドからパクってるけど、展開とかこうやり方見習えるとこあるからね、日本テレビとフールも十分勉強してほしいと思います。例えばですよ、リブート、つまりもう一回最初から巻き戻してやり直すとかですね、あとスピンオフ、これまで脇役だった登場人物に焦点を当ててドラマ展開していくとか、これはね、ウォーキング、ヒアーザ・ウォーキングデッドとかそうですね。あとサイドストーリー、全く別の登場人物でこうゴーレムに襲われた日本という設定で全く違うドラマでね、ゾンビもの展開することもできるわけですから、シーズン4はできるね、やりよう、打つ手は無限って言いますからね。ちょっとね、君セカをこのシーズン4に向けてですね、もしくは新しいシリーズでもいいと思うんですよ、映画でもいいと思うんですよ、に向けてですね、ぜひちょっと考え直してほしいなと思ってますね。あとね、これだけは言いたい、もう声を大にして、ね、テーブルバンバン叩いたりしたいんですけど、もっとね、はっきりしてほしい。正直これね、これ以上じらさないでほしいわけですよ。これ言いたいですよね。皆さんも思ってるんじゃないでしょうか。やっぱり日程としてはね、これ意図してない展開かもしれないです。なぜかっていうと、今まで結構ドラマでシーズン3まで行くっていうのも、そうですね、日本で言うとモズぐらいかな。あとはあのワウワウのドラマなんかは結構シーズン化されてますけど、結構ね、これだけゾンビもの、つまりホラーを扱った日本のドラマでこうシリーズを待望されてるっていうケースは少ないから、きっと日本テレビも結構こう、なんていうのかな、力入れてないんじゃないかなっていうか、見てみようとしてないんじゃないかなっていうのを私思うんですよね。やっぱりかつてこれほどゾンビもの、ホラーもので続編が待ち遠しいドラマは私まだかつてありませんでした。なのでね、日テレもシーズン4を希望する君セカファンの存在軽く見てないかっていうふうにちょっと言いたいですね。ここはちょっとね、もうちょっとあのリサーチしてですね、YouTube でも結構検索件数未だに高いんですよ。私のチャンネルのこの日刊ゾンビの検索ワードのトップは君と世界が終わる日にですからね、もうちょっと日テレとフールも勉強した方がいいんじゃないかっていうことをね、ちょっと言いたい。もうはっきりしてほしい。そうなんですよ。そろそろね、何らかのアナウンスが欲しいと皆さんも思ってませんか。そうですよね。やるならやる、やらないならやらないで、何かしらこう発表してほしいですよね。沈黙を保ってるのもいい加減にもう今日までだぞって感じなんですよね。なのでまずシーズン4があるのかないのかぐらいは発表すべきではないでしょうか。こうせめていつ頃に発表するかっていう発表もしてほしい。今それすらもないっていうのがね、ちょっと私としてはもういい加減こううんざりしてるとこですね。こうせめて待ってるファンに対して公式から何かしらのアナウンスが欲しいところだなと思うんで、日テレさん、フールさん、ぜひあのファンのために何かしらアナウンスしてほしいなと思います。ファンサービスが足りない、ちょっと足りないぞっていうちょっと言いたいですね。はい、すいません、ちょっと熱くなってきました。まあ、こっからね、ちょっとヒートダウンしてね、ちょっと冷静になって考察していきたいんですけどね。じゃあ我々君セカファンの今後についてちょっとあの述べさせてもらいたいんですけど、まずですね、大事なこと、君セカもファンであることをやめない、ファンで居続けるってことは大事ですよね。やっぱりここで我々が諦めてしまっては、なおさら日本テレビとフールにこう、あ、もうシーズン4はいらんかな、予算を投資するだけの見返りはないかなって思わせてしまうわけですよ。皆さんですから、ここで諦めてはいけません。ここは我々の踏ん張りどころだと思うんですよね。ぜひこう君セカのファンであることをやめないでほしいというふうに思いますね。はい。できればこの日刊ゾンビの私のこの、君セカ研究室も毎週やりますんで、月曜日見に来てほしい。そしていいねを押してほしいなと思ってるわけです。そしてまだチャンネル登録してない人はぜひチャンネル登録してほしいなと思いますね。はい。そしてですね、シーズン4を楽しみに待つことを諦めない、これも大事ですね。私ですらね、なんかだんだん眼線ムード、本当にシーズン4あるのかなって思っちゃうとこがありますんで、
ファンの皆さん、絶対諦めないでいきましょう。そして楽しみにしてます。私はですね、未だにあのシーズン4があると信じてワクワクして、こう待ち焦がれて、このキミセカ研究室の動画配信もやってますからね。皆さん一緒にキミセカシーズン4楽しみに待ちましょう。はい。そしてですね、次、これ大事。シーズン4を待ち望んでる、希望してるっていう意思表示をする。何らかの形式ですよ。ツイッターでもいいし、ブログでもいいし、なんか友達に言うでもいいから、まあもちろんね、日本テレビとかフールにメールしたり、投書したりするのも OK だと思うんですよ。私も何かアクションをこれから起こしておく、いきたいと思ってますのでね、シーズン4をぜひお願いしますっていう意思表示をしましょう。ね。そして最後、これが一番大事かもしれない。キミセカの良さを世間に広める。ね。あなたの周りの友達いっぱいドラマ好きな人、そしてホラー好きな人、特に女性はね、多いと思うんですよ。ホラー好き。そしてドラマ好きの人。そんな皆さんにですね、キミセカっていういいドラマがあるからさ、今からでも遅くないかの、フールでやってるからさ、フール入ってるとか言って、入ってなかったら、月額何百円だから、月額900円だから1000円だったかな、見た方がいいよって言ってですね、皆さん誘ってあげてください。これが我々のやるべきこと、キミセカファンのやるべきことじゃないかなと思ってます。はい。じゃあ最後に、私自身ができること、ちょっと考えてみました。まず基本に立ち返って、このキミセカね、毎週月曜日、18時から、このキミセカの動画をアップし続けるということは、これからもやり続けていきます。断言します。はい。そして、キミセカファンの集いを定期開催する。これもですね、ライブ配信ですね。まあ、月1回ぐらいは、せめて2ヶ月に1回は必ず、キミセカファンの集いというライブ配信をですね、やっていきたいと思います。そこでまた菅田将暉の歌、星を仰ぐを熱唱しますので、キミセカファンで、このチャンネルご覧になっている皆さん、これからもやり続けますので、ライブ配信楽しみにお待ちください。そして私もですね、キミセカの良さを世間に広める努力していきますので、これからですね、ドラマ好きな友人、知人捕まえて、特に女性、竹内涼真とか、中条あやみ好きだったら絶対キミセカっていう面白いドラマあるからさ、今からでも全話、Hulu で見れるから見てみてって言ってですね、これから広めていきたいと思ってます。はい。そして何よりこの私のこれからの使命は、まあ、ゾンビ映画の良さを広めるのもあるんですけど、それとともにですね、このチャンネルを通じて、キミセカを盛り上げていく。それが私の使命だと思っております。まあ、今日はですね、こんな感じでいろいろちょっと日テレさんとフールさんに、ちょっといろいろこう、生意気なことを申し上げましたけれども、これもですね、キミセカを盛り上げたい。そしてこの、日本が世界に誇れるゾンビコンテンツ、君と世界が終わる日の火をですね、絶やしてはならないという熱い思いから来ていることなので、ぜひ、日テレさん、フールさん、私のこのザレ言にですね、耳を傾けていただけたら、ちょっとでも傾けていただけたらありがたいかなと思ってこの動画を今日、作成しました。はい。皆さんもいかがでしたでしょうか？これからも君と世界が終わる日の様々な謎や疑問を解明していきたいと思いますので、皆さんの考えや感想もコメント欄にコメントください。今日はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからもこのような動画を配信しますので、この動画がいいなと思った人は、高評価、チャンネル登録をお願いします。